まして元気いっぱいになったんで、これからいろんなところを小田原巡って楽しんでいきたいと思います。ゲスト原ちゃんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。小田原の来たことあるとかの話はまた後でしましょう。しましょう。とりあえず今から行ってきます。いきなりガラッと2人の雰囲気変わりまして、フォレストアドベンチャーというところに来ました。これ、講習を受けまして、ここから、スタートしていくんですけど、どうやら2時間半ぐらいあるらしいんで、はい、動画が5本ぐらいになるんじゃないかなと思いますあの怪我してね、こう嫌な感じで帰ってくるっていうより、心配より体力持たなさそうっていうのが不安です頑張ってね、2人で最後まで完走したいと思います。はい、体力ちょっともう息切れてますけど、この坂ね、もうね、息切れてる。はい、最後まで頑張ります。頑張ります。楽しみに行ってきます。そうだけど、あれだな、安全が保証されてるから怖くないかも。私、わかんないです、怖いかもしれない。これは。やばい、これ下見たら終わりだ。いいですか？いきます。うわ、怖っ。うわーい、めっちゃ楽しい。
うわ、これ想像以上、想像以上に、想像以上にこれ怖いぞ。わあ、行った、トシさん、トシさんが行ってしまわれた。よいしょ、今度コンサルタイトルだ。行ってきます。行ってらっしゃい。ここもそうそうそう、青だけ、一人だけ、行け、行ってこい。わー、行きます、行くぜ。マジで？エアコン壊す、揺れてます。うわ、これ怖くないか、この中だって、進めないかもしれない、だって、うわこれやばい。ホーム、よしよし、大きな一歩、ドロドロでした。震えながら、震えるこれ、ドロドロ。え、はい、これ往復なの？カッコの、いや、あっち行って帰ってきます。楽しい、行ってらっしゃい、行ってきます、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、あれ背中から行くぞ、あれ背中、あはははは、
って私も言ったり背中から行ったぞ。バカにしてた、バカにしてたやつが背中から行ったぞ。